戦国武将紀行、安芸国虎公、国虎公はですね、土佐七雄、これ七雄と書いてある、7人の、雄と、七家の雄、土佐の東部地方ですね、この安芸を中心にですね、安芸、高祖壁ですとか角氏、他にも 何家もあるんですけども、5000貫程度の、家柄、在地の黒人領主としては大きいですよね。それだけ勢力力を持っていたと。土佐の東半分を、牛耳っているような一族たちがこう割拠していたと、そういう状況の中でですね、勢力を伸ばしていたんですけども、特に安芸氏はですね、安芸親氏という方がですね、この城を築いたということになって、1308年ですから、鎌倉末期ですよね。もうその頃から、在地の豪族として勢力を伸ばしていたと。だから室町期から戦国期にかけてですね、土佐というところが、主語は細川氏が入ってたんですけど、やっぱりよそから来た他国の支配を受けたがらないというのは土佐の国の特徴ですから、それは山内和豊にしてもですね、大変苦労したといつも話してるんですけど、とにかく外部の人間を嫌うわけですよ。嫌うというか、要するによその全く別の世界の人ですよね、いきなり来て、いろいろ指示されるのが嫌なんでしょうね。そういうちょっとお国柄じゃないんですけど、そのことはですね、特に武士の時代に、如実に出ていると。江戸時代も多少ありますけども、その辺は今言った山内和というのが典型的な話として出てくるんですけども、何しろですね、その細川だかなんだか知らないその京都の公家みたいなそんな人がですね、ここの領主だと、要するに認めないわけですよ、土佐の人っていうのは。そんな人がね、いきなり来てあだこだ言ってもですね、やっぱ実力のある方たちが残ればいいと、そういう考えのもとに、本山氏もそうですけど、非常に名門の家が多いですから、土佐はもともと一条氏はもちろんですけども、長宗我部にしても高宗我部にしてもですね、代々、あと持っていえば畑氏ですよね、歴代のちょっと土佐の国はですね、讃岐、阿波、伊予とちょっとまた氏族も違いますんで、室町時代は細川と言いましたけども、伊予の国以外はですね、ほぼ讃岐、阿波、土佐は細川氏の守護式だったわけで、細川氏の関係、阿波と讃岐、に関しては、後に三好氏になりますけども、その細川氏の影響が多いのと、あと中央の関係ですよね。ちなみに、国虎公、安芸元康公の子供として生まれていますけども、なんと国、なんで国っていう名前ついてるかというのは偏見なんですよ。いかに細川氏の関連の高国公がいるんですけど、廃止して性的なもので廃止してしまうんですけども、その慣例高国公の国をもらってますんで、非常にそれだけ信頼があったということだと思うんですね。国虎、名前に虎とつくと戦国武将は大好きなんでいろんな人追ってますけども、安芸国虎、名前もかっこいいですよね。京朝家の当主でしたから、高国公はですね、直接京都での活躍とかそういうことではないんですけども、在地のこちらの支配を任されたということですね。他の、この七家七雄の中でもですね、極高はともかくですね、目立った存在であったことには間違いないということでですね、安芸国虎公、なかなかの活躍で、ちょっと簡単に言えばその後に長宗我部に負けてしまって滅びてしまうんですけども、それなりにですね、活躍をしていたというところで、先ほど言った一条家ですよね、当初は一条兼定だったと思いますけど、兼定公からも、親族のですね、義理の、兄弟だったと思いますけども、そう連携してですね、その攻め込んでくる相手をなんとか防ごうと、なかなかしたんですけども、ちょっと一時的にはですね、長宗我部とも、和睦するなり、ちょっと平行線だった時期もあるんですけども、やっぱり長宗我部の方がですね、四国を統一したいっていう、悲願がありましたんで、やっぱり地元で土佐の国でですね、特に逆らうものはダメなんですよね。ですから長宗我部も、細川というか三好家と一緒ですよね、公認政策でですね、どんどん自分の子供を送り込んで、養子縁組で、その家を乗っ取るという作戦に出てますので、安芸家はですね、一応反抗してしまったんで、こ
ちらの戦いで攻め滅ぼされてしまうんですけども、まあ、クイントラコはですね、まあ、籠城するなり、まあ、最後まで、まあ、背は向けなかったと、まあ、それで難なくですね投降してしまうようでは、大した武将ではないなというところなんですが、まあ、最後までですね、まあ、兵糧山田付き、まあ、というところまでですね、全部、最後まで戦ったと、まあ、それで負けたんで、まあ、仕方ないって言えば仕方ないんですけども、まあ、あと子供をですね、逃して、一条家に預けたようですけども、ちょっとその後のことはちょっとわからないんですけども、まあ、いずれにしてもですね、クイントラコはここで負けて、まあ、首を取られたっていうか、まあ、自刃したということになります。で、クイントラコの、まあ、その、盟友というのはですね、その殉死者がかなり多かったということで、まあ、その辺でですね、その名将だということで、私はちょっと気に入った武将なんですけども、どうでしょうか、その辺はね、わかりませんけども、まあ、最後までですね、まあ、5000の兵ですかね、まあ、かなり、クイントラも頑張ってはいたんですけども、まあ、元近の方がですね、まあ、8000だか9000だか、その、1.5 倍ぐらいの兵力で来てて、まあ、ここのお城を囲んだわけですよ。まあ、対岸でしたかね、そういう戦でちょっと負けてしまったんですけど、そんなに長宗我部の兵が特別大きかったわけではないですからね。ただその進行がすごい早かったんで、準備ができてなかったという形になりますよね。でこちらが、まあ、ちょっと雨の中なんですけども、ちょっと櫓風のを模した、資料館の隣にある建物ですね。はい、国虎湖、奮戦しましたが、やむなく自陣、戦死してしまいました。